どうも皆さん、私立花亮と申します。王家の墓攻略 TV ということで、早速やっていきましょう。幽霊が結構いるので、あ、でもこの人たちは、おおおお、うそ、何何、あ、倒せるのか。この人たちはカンテラがあろうがなかろうが、カンテナ、関係ないんだね。普通に攻撃して、しかも倒せると。ね、幽霊も、剣がちゃんと通るんだなってことですよね。おらおら、このカラスがちょっと見えづらいところにいるな。え、どこへ、あ、はあ、ここに出るのか。これ行っていいか。いや、ダメだな。ここ行ったことあるな。覚えてるわ。なるほど、こっからすぐ下に降りれるよというところだけれども、まあ今降りる必要ないんで、王家の墓を攻略していこう。ん？これさ、上、ほら、こういうやつでしょ。迷いの森だ、これ。でもいいね、左、普通に教えてくれるんだね、看板で。でもこれ多分従わないで行くルートもあるんだろうな、きっと別のところに出そう、さっきと同じそういうのもあるんだ。最初と同じ、最初上だったよね。うわ、3回目と同じとか言われたらもう分かんないぞ俺。右、2つ前だから 1,2 上だね。やばいなこれ。おー、よかったあと1回来られてたらやばかったな、ちょっとまあこの人はマイムマイムと違って盾をね取らない人だからまだいいですけど。ん、あ、鍵だ。え、え、俺は墓守のダンペだ。何、ね、王様の幽霊に呼ばれた。そりゃ墓に眠る遠い昔のハイラルの王様だべ。俺の夢にも出てきたことがあるだよ。王様が呼んでるなら入れない、入れないわけにはいかないだ。この、ああ、ありがとう物分かりが非常にいい。まあそっか、この断平さんも王様の夢を見たからこそってことかな。いて、あ、ちょっと、このかなやろ、女子プロ何してっか、いつの間に鍵をカラスが持っていっちまったのか。ノロノロしてたらあのカラスに逃げられてしまうだよ。素早く近づいてガツン。うん、ペガサスの靴、ちょっと待って、ペガサスの靴っていうか、カンテラも持って靴も持って、あ、ここでしょ。よし、オッケー、リンクがぼーっとしてるからじゃぞ。ちょっと待って、これさ、ちょっといろいろ探索したいところなんだけど、まず鍵開けよう。なんかまた取られる気もしないでもない。扉を開けてやるだよ。え？鍵もらったのに結局渡して開けてもらうの？二度出まー。あ、この人ハイラルの城下町にいた人じゃん。何してるんだこんなところで。お墓だぜ、お化け出るぜ。そうそう、ハイラルの町に俺の弟、いたずら好きで困ったやつなんだけど元気にしてるかな。弟なんだ。イエーイ、はてなかけら合わせだからね。これ結構重要なかけら合わせだと思う。ん？ひらめいた。これならワクワク感が高くなるぞ。あー、今まで全然やる気なかったこの人が。おー、ぴったりだぜ。この押せる？初代さんみたいな人が。あ、そういえば、巻物、あ、あと一個か。
巻物あと1個で。来た。え？巻物あと1個で初代さんに、いろいろ教えてもらうことができるね。これか。これもしかしてさ、これじゃない？関係なかった。おお、これいる、絶対いる。あれ？いなかった。1、2、3。3人で大丈夫だけど、あ、普通に大丈夫か。何が？いいねー。あ、物を取る判定も分身にあるんだ。それは知らなかった。ここ何なんだ？あ、わかった。ここを開けないと通れないんだ。なるほどね。分身が通れないんだね。あの墓を押してないと。多分そういうことだと思う。王家の墓。うわぁ。ハイラル王家の墓とはいえ、やっぱり墓は墓じゃ薄気味悪いの。グスタフ王にはどこへ行けば会えるんじゃろう。うわぁわぁわぁ。ちょっと。あ、曲が。昔の曲の、なんかなんていうの、リマスターみたいな曲流れてる。アレンジか。いやー。え？いて。わ、鍵が。ここ鍵めっちゃ必要かもしれないな。危ない、危ない。おう。何その、初めて聞いたんだけど、そのティコティコティみたいな音。ゼルダの伝説でなかなか聞いたことのない音だったんだよ。テコテコテ。これもしかしてこの敵に当たってもダメなのかな。まあ、当たらないように行けばいいだけだな。いやいやいや。え？リコリコ。ああ、ちょっと。これもしや水必要な可能性あるな。なんか爆弾をミイラが持ってたから爆弾を使うところもあると思うんだよな。わっ、燃える。え、こいつらの方が戦いづらい気がするぞ。ちょっと燃えて揺れて、ちょ、動きが鈍重な方が戦いやすい。耐久力はあるけど。あ、このダンジョン全然、あ、トライフォースだ。トライフォースの形になっている。ここはダンジョンっていうことじゃないのか。ハートくれ。爆弾何の意味があったんだろう。少年よ。我が子孫、ゼルダを救わんとする少年よ。よくぞ参った。我が名はグスタフ、遥か遠い昔のハイラルの王。あ、お前にこのかけらを授けよう。ハイラルの大いなる水の源流を目指せ。さすれば道は開かれよう。ゼルダを、ハイラルを頼むぞ少年。いいね。これで滝のところに行けるようになるのか。わしらを呼んだのが遠い昔のハイラルの王だったとはびっくりじゃ。いや、わかるよ。もう。え？王家の谷、これだけのための場所なのか。
ちょ、右とか行ってみようか。で、多分下行くとそのまま出ちゃうのかな。まあいいや。そのうちなんか、誰かが言ってくれる気がする。王家の谷の迷いの森を右にいくつ、左になんとかで、うんたらこうたらみたいな。そう、場所は分かってるんだけれども、あ、入荷してる。幸せのかけら入荷してる。まずここだよね。あ、お客様だ。なんで僕は宝箱屋なんてやってるんだ。はいはい。え？なんか新しくなったんじゃないの？お店が。これまでのレベル1だって失敗するというのに。おお。難しいにしましょう、じゃあ。はい。うわぁ。3つになってる。あー、3倍。おい。うるせえ。二度と来るか。ぼったくりやがって。デロデロバー、やっぱり？え？わかった。本当はものすごくビビってて声が出ないだけなんじゃないの？え？どうしたらいいの？いやね、特に何もなかったんで。ここでしょ。滝ね、2つのかけらぴったり合わさった。ここが風のエレメントの洞窟かな。いい石の扉が。なるほどの、水の源流とはここのことじゃったんじゃな。確かにこの大きな滝はハイラルの水の源流じゃわい。グスタフの話によれば、この先に最後のエレメントにつながる何かがあるはず。つながる何かがあるんだ。蔵。え？ちょっとちょっと。剣が出せない。え？転がることもできない。なになになに？ちょ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 。何なのよ。え？しかもマップ移動しても全然消えない。なんだここ、爆弾必要そう。やっぱり。貝殻。お？貝殻。貝殻のために。なんだこれ。石兜みたいな。もうこの子たち何なの本当に。うわ、しかも2体重なってた。ちょっとちょっとちょっと、どっから爆弾持ってきたのよ。ちょ、めんどくさいな、これは。めんどくさすぎる。相手にしないのが一番。え？うわ、ちょっと、ちょっと。確かこの偽マイムマイムってルピー奪っていくんだ。あ、これ落ちたらダメなやつだ。いいね。おお、セリフが変わった。そっか、風の借りた手に入れてから初めてだ。ちょっと本当にこの人たち何なの。え、倒せないんだ。引っ張ることができない。じゃどうしたらいいんだこの人たち。本当にめんどくさいな。どっから爆弾を取ってきたんだよ。どっから爆弾を取ってきたんだい。やあ、でか。無視。もう無視が一番。
キュポッ。かわいそう。行けるとこいっぱいある。上から。あ、あー、ナイス、助かる。コウモリ、コウモリ吸いすぎ。わあ、いや、さっき幸せのかけら買っといてよかったな。え？繋がっている。出たよ、絶対絶対。ほら、なんかあると思いましたよ。これはあれだな、帰りに上から降りてくるルートだな、きっと。じゃあ上登ろう。セラ水源。あれ、これゴロン族じゃない、もしかして。ダイゴロン。ほら、やっぱりこれ絶対そうでしょ、ダイゴロンだと思うな。うわあ、なんじゃこの大竜巻は。しかしどうやらここで行き止まりのようじゃの。おお、雲の上。